はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第279回をやっていきます。今回は組織を設計するということですね。具体的には次回やっていくんですけれども、例えば組織っていうのも、トップがいて管理部門があって、でそこで例えば製造部とか営業とかですね、そういった形で製造部とか営業部とか、っていう形でこう、部門ごとに作っていくっていう組織の作り方もあるんですよね。またはもう経営者がいて管理部門があって、A 事業部、B 事業部、C 事業部っていうのがあって、そこにさらに A 事業部にも製造があって営業があって、 B 事業部にも製造があって営業があってっていうような作り方っていうのもあるわけです。でこっちは事業部制、こっちは機能別制というふうに言われています。次回、詳しくやっていくんですけれども、こっちの場合は、もう会社の製造は全部、ここでやってるわけです。で会社の営業は全部ここでやってるわけですよね。でこっちの場合は、自分の会社の中に A 事業部という、子会社があるような感じで、 B 事業部という子会社があるような感じ、 C 事業部という子会社があるような感じになります。でそれぞれ長所と短所っていうのがあったり、また全く違うこういうこうね、ピラミッド型ではない組織の作り方っていうのもあるんですよね。いずれにしても、どんな組織を作っていくのかというのを、設計するというのが今回の話になります。家を作る時に設計士という人が出てきますよね。そういきなりね、石とかコンクリートとかを集めて大工さんがこういきなりやらないですよね。まず設計というのがあるわけです、その設計士さんがこんな家を作りましょうと、こんな家はどうですかということでね、まずは、空想上の家というのを建てるわけですよね。でそれをこう紙とかパソコンの画面という形でこう再現するわけですよね。で家があって、例えば、2階建てなのか3階建てなのか、木造なのか鉄筋なのか、っていうのをこうとにかくこう設計して、でその設計が完全になった場合に、初めてこう大工さんっていうのがこう家を作っていくわけです。でそれと全く一緒で、組織っていうのをまず設計が必要なんですよね。最終的にこういう組織を作っていこうと、今はまだその途中段階だけれども、でまずは最初こういうね、これがうちの会社の組織の、完成図だと、設計図だと、うちの会社の設計図っていうのは最終的にはこういう状態にしようと、でその前段階として設計っていうのがあるわけですよね。設計があるからそういう組織っていうのをどんどん作っていくことができるわけです。設計図がなければもうね、バラバラですよね。もう大工さんがね、あの大工さんはドアを作って、あの大工さんは窓を作ってっていうことでバラバラなわけです。結局その現場でもうとにかくみんなが忙しそうにやってるんだけど、すごい非効率だし、すごい精度が低い仕事っていう風になりがちなわけです。だから今の現状から考えて、もしくはその将来の理想の姿から考えて、最終的にはこういう組織を作っていきましょうっていうのをこう設計するわけですよね。まず家を建てる前に設計士が設計という仕事をするわけです。同じように経営者も最終的には自分の組織っていうのはこういう組織にしていこうということを設計するわけですよね。今回はその設計という話になります。はい、そうした時に考慮する6つの要素、じゃあどういうことを考えながら組織というのを設計していくのかということで、今回は6つの要素というのを挙げてみたいと思います。まずは環境ですね。環境によって設計すべき組織というのは違うということですね。例えば松下幸之助という人は最初は機能別制組織から、事業部制というのに移行したんです。だったらその経営の神様が、松下幸之助が事業部制っていうのをやったんだったら、じゃあ事業部制の組織っていうのが、答えかって言ったらもちろん答えじゃないんですよね。なんで
ね、時代が違う、環境が違うからです、ね、松下幸之助が機能別性組織から事業部制に移行させたのと今の私たちの時代というのは違いますよね。だからその環境によって時代によって、ね、目指しているものによって、ね、あの設計すべき組織というのは当然変わってくるということになります、ね、規模の経済ということで大きく大きくしていきたいのか速度の経済ということで小さくても強い、ね、あの組織というのを作っていきたいのかというのでも全然違うわけですよね。で過去の20世紀というのは規模の経済の時代でしたから、ね、とにかく効率重視でもう大量生産大量消費に合わせた組織ですよねっていうのを作った方が良かったわけです。でも今は、ね、速度の経済の時代ですから速いということが非常に大事になるわけですよね。だからその速さというものに適応した組織っていうのをやっぱり考えていく必要があるわけです、ね、だから経営の神様が、ね、あの機能別性組織を、ね、最初やりましたと。じゃあみんな最初はね創業当時っていうのは機能別性組織を設計しましょうと、ね、でその後、ね、松下幸之助は事業部制組織に、ね、変更しましたと。だったら、ね、あの事業部制組織に変更しましょう。なぜなら松下幸之助がそうやったからっていうのはダメなんですよね。でそれはもう松下幸之助自身が言ってるわけです、ね、松下幸之助は何ていうふうに言ったかって言ったらね、あの家康は家康っていうふうに言ったんです。家康は家康と松下幸之助がね、経営者の、ね、勉強会みたいな経営者の前でね、講演をやってる時に、ね、その出席者の人たちがね、あの徳川家康っていうのを一生懸命勉強してると、ね、で松下幸之助はそれを知ってた上で、ねあのねまあ、皆さんが熱心に勉強するのはすごくいいと。いいんだけど家康は家康と、ね、つまりあなたは家康じゃないですよねということを言ったわけですよ、ね、だから家康は家康なんです。家康は、ね、1600年というあの時代に生まれてそういう環境そういう時代だったからこそそういう経営をしたわけで、環境が変わり時代が変わっているのであれば、ね、家康がこうやったからとか松下幸之助がこうやったからそれを当てはめればうまくいくっていう時代じゃないということですよね。やっぱり自分たちで今置かれている時代とか環境っていうのを考えて、そして組織っていうのを設計していく必要があるわけです、ね、環境によって設計すべき組織っていうのは当然違うということですよね。ね、徳川家康はこういうね江戸幕府っていうのをこういう組織体系で作ったから、じゃあみんなもね同じような似たような組織体系を作った方がいいとかね、松下幸之助はこういう組織を作ったからね、では私たちも同じようにみんなが全ての人がそういうふうに組織を設計した方がいいっていうものじゃないということです。環境が変化すれば組織も変化させていく必要があるということですよね。はい、次戦略ですね。戦略っていうのは目標があってね、長期的な理念そして中期的なビジョンっていうのがあって、そして現状があるわけですよね。でその差を埋めるための方法論っていうのが戦略だと。じゃあこういう考え方こういう方法でこの目標を達成させていきましょうっていうのを企業は持ってるわけですよね。これが戦略ですよね。でそうした時に目標達成の方法である戦略の実行にふさわしい組織っていうのを設計するということですね。この戦略を実行するためにはこういう組織が、ね、望ましいということで、ね、戦略に基づいた組織設計というのをしていく必要があるとね。うちはこういう考え方こういう方法で目標を達成しようと思ってますと。だからこういう組織を作っていくんだということでこう設計していくということですね。はい、あとの、ね4つというのはかなりこう細かいというかかなりこう具体的な話になっていくんですけど、3番目は分業と協業ですね。どれぐらい仕事を分けていくのかと、ね、どれぐらいこうみんなで一緒にやっていくのかっていうのがこの分業と協業というものになります、ね、分業というのは組織全体の業務を構成員に割り振る、ね、主に専門知識専門技能に基づいて割り振っていくわけですよね。例えば会社だったら絶対会計とか財務っていうのは必要になっていくわけです、ね、そしたら最初は企業の経営者がね全部会計もやって、ね、あの財務もやってっていうことをやってたとしても、ね、いやもうこれ会計は会計部門に任せようと、財務は財務部門に任せようということでこう専門知識専門技能に基づいて仕事っていうのをどん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 分けていくわけですよね。これが分業ということになります。そうしたときにある程度までの分業というのは効率化に役立つということですよね。分業すればするだけ効率的になるというのがまあ原則です、ね、最初ね、その起業家が起業した場合はものすごい仕事量が多いわけですよ ね。あのサラリーマンの場合は、ね、みんなもう分業した後の仕事をやってるから、ね、自分の専門領域っていうのがある程度あるわけですよ。
でも起業家がもし例えば一人で起業したってなると、今まで会社でやっててくれてた仕事っていうのを全部やらないといけないということになりますよね。まあ、一番シンプルな、ね、あの組織図っていうのは、例えば株主、取締役、ですよね。でそして、まあ、現場ということになるわけですけど、ね、で自分が実際一人で起業したということであれば、自分は株主でもあり取締役でもあり現場の人間でもあるということですよね。で社長の仕事もすると、中間管理職の仕事もすると、ね、製造に、まあ、製造もしくはその、ね、仕入れ、原料の仕入れとか、まあ、商品の仕入れとか、そういった調達もやる、もしくは集客もやる、もしくは販売もやる、もしくはもっと雑用ですよね。例えば毎日のトイレ掃除をやる、事務所の清掃をやる、もしくはその、ね、あの書類とか、ね、データ の整理整頓をやる。だからものすごい忙しいわけですよ。でそれこそ本当あの掃除、トイレ掃除から、ね、株主としての、ね、意思決定まで全部やる必要があるわけですよね。株主総会とか取締役会というのも1年に1回やる。でそれに対して例えばね、役所との取引っていうのもすごく出てきますよ ね。あ、例えば税務署との関係っていうのも出てくるし、ね、あの県とか市との関係っていうのも出てくるし、もしくはその、ね、厚生労働省との関係っていうのも出てきたりしますよね。もういろんな仕事っていうのが出てくるわけですね。サラリーマンの時っていうのはそういったのがわからないですよね。自分たちはもう分業された後の仕事をやってますから、ね、あ、自分はこの仕事をやればいいんだっていうのが分かっているわけですよね。分けられた後の仕事をやってるから、サラリーマンの場合は、まあ、簡単に分かるわけですけど、ね、あの実際はものすごいたくさん仕事があるわけです。一つの、ね、組織、一つの企業っていうのを経営しようと思ったらね。でそうした時にある程度までの分業というのは効率化に役立ちますよね。今まで全部やってたわけです。全部やってたんだけど、ね、まあ、利益が出るようになって、ね、あ、少しこう会社に利益が残るようになってきたから、例えば自分がやってたトイレ掃除はね、他のトイレ、掃除をやってくれる人に任せようとかね、今まで自分が毎日毎日ね帳簿をつけてたんだけど、帳簿は他の人につけてもらおうとかね、まあ、そういうふうにこう、分業していけば効率上がりますよね。自分がやっていく仕事っていうのはどんどん減っていくわけです、ね、そしたらもうトイレ掃除の人はトイレ掃除を最優先にしてくれるわけですよ、ね、全部仕事やってトイレ掃除っていうよりも、ね、その人はもうトイレ掃除の係なんだから、トイレ掃除をずっとやってくれた方が効率いいですよね。明らかに自分はずっとたくさんいろんな仕事をやった後に、最後にその日一日の帳簿をつけるってなったらすごい大変なわけですよ。で帳簿付けっていうのがどんどん後ろの方に仕事として優先順位が下がっていってしまいますけど、ね、もうあなたは帳簿をつけてください。毎日毎日帳簿をつけることがあなたの一番大事な最優先仕事ですということであれば、帳簿は必ず、ね、毎日つけられていくし、1ヶ月の締め、お金の締めとかっていうのも早いですよね。だから効率上がっていくわけです。だから分業をすればするだけ基本的には効率化に役立つ、これが原則です。ただし、ね、過度の分業っていうのは従業員の意欲を低下させ、逆に効率が悪くなるんですよね。経営資源の中で人、物、お金って言った時、人だけは、ね、その仕事の成果っていうのが、ね、意欲、やる気、動機にものすごく影響があるんですよね。ね、コンピューターとかロボットはそれがないわけですよ。ね、物とかお金っていうのに、物に働いてもらう、ね、ロボットに働いてもらう、コンピューターに働いてもらう、もしくは投資家からするとお金に働いてもらうっていう考え方だと、ね、これが関係ないんですよね。物にも、ね、お金にも、ね、やる気というのが出てこないからです。ところが人っていうのはやる気によってその人の仕事 の、ね、あの業その質とか量とかっていうのはものすごく大きく影響してしまうわけですよね。だから効率化すればするだけ仕事は効率的になる、分業すればするだけ仕事は効率的になるはずなんだけど、その任せた相手が人だったらやる気によってかえって非効率になってしまうという矛盾が起きるんですね。これ人がやっぱりね、感情の生き物であり、人のその仕事の質とか量にものすごく意欲というもの、やる気というものがものすごく大きな影響があるから、だからね、効率化するためにね、分業していったのにかえって非効率になるという、そういう矛盾というのが起きてしまうわけです。でこれ官僚制の逆機能というふうに言うんですよね。
官僚制の逆機能で効率化するために官僚制を作っていったのに一番非効率な組織が官僚っていう、まあ、そういう矛盾が起きるわけです、ねまあ、お役所仕事っていう やつですよね。極論ですよ。で こういう人がいるかどうかは別にしても極論、ね、その事務所の中でひたすら印鑑を押すだけとか、もう究極の分業ですよね、まあ、あなた印鑑を押すだけですと、ね、大丈夫ですよねと、ねもうね、もうとにかく来た書類に対していつととにかく、ね、100枚1000枚1万枚とにかく印鑑を押し続けてくださいと、ね、それも究極の分業ですよね。それ毎日ですよ、ね、月曜日から金曜日まで毎日、ね、毎日こう印鑑をひたすら朝9時から6時とか朝8時から5時でずっと印鑑を押し続けてたらもうその人は絶対仕事嫌ですよね。もうやりたくないわけですよ。だからそういうことをやると、ね、一番効率的にもうこの人は、ね、印鑑を押すだけだから一番単純で一番早いと、ね、もう印鑑はとにかくあの人にどん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 押させればいいんだってなって分業がそんなね、まあ、今のはちょっとかなり極端な例ですけれどもそういったことをやればやるだけ、ね、あのみんな組織全体の意欲、まあ、一人一人の意欲はもちろん下がりますし組織全体の意欲も下がっていくので一番仕事ができない組織っていうのになってしまうということなんですよね。これが官僚制の逆機能です。効率化分業ってやった瞬間あの企業ほど非効率な効率の悪い組織はないというのが出来上がってしまうということになります。なのでよって業務の効率を最大化する分業の度合いで分業すれば効率は上がるんだけど、ね、しすぎたらかえって非効率になる。じゃあどのぐらいは分業してどのぐらいは、ね、あの分業しない要するに一人の人にある程度、ね、やってもらうのかっていうのを考えるというのがこの組織の設計ということになります。はい、次指揮命令系統ですね。ね、実際こう組織っていうのをこう作っていくわけです。最初はね起業家社長が全部やってた全てやってたわけですけどそれをどんどんねこうやって組織っていうのをこう作っていくわけですよね。こうやって組織っていうのを作っていくわけです。そうした時に例えばここで問題が起きた時じゃあどうするんですかということですよね。それをはっきりね決めておきましょうということです。問題が生じた時に誰に報告相談すればいいのかっていうのは明確化しましょうということです。ここにまたね組織っていうのはこうできたとしてじゃあここで、ね、問題が起きたときはこの人が責任を取るのかこの人が責任を取るのかっていうのははっきりさせる必要があるわけですよね。そういったのをしっかりね誰が見ても、ねあね、日々の経営日々の現場で問題が起きたときに、ね、問題が起きましたって言ったらこの人がね問題が起きたここで解決していいのかそれともここで解決しちゃダメでここで解決するのかここで意思決定をするのかもしくはもうねここが常に意思決定でこの人たちは単なる、ね、中間管理職みたいなこう情報伝達係になっているのかっていうのを考える必要がある、まあ、考えるというよりはそれを明確化しておく必要があるということですね。みんながそれを把握している必要がある。問題が起きた時はあそこに連絡すればいいんだと、ねまあ、これもねお役所仕事っていうのはたらい回しにしますよね。ここにこう問い合わせをした時にねどんどんなんかね電話だったらね違う部署にね送られる。実際こうね役所に行った時にねまあ何番も1つたった1種あのね仕事は1つしかない、まあ、要件は1つしかないのにその1つの要件をねあの解決するのにいくつもの窓口をこうたらい回しされたりするっていうのはこういうことですよね。あの結局問題が起きた時誰に報告すれば相談すればいいのかっていうのが明確になってないんですよね。あの人のところに行けば問題はすぐ解決できるとすぐに意思決定してくれるっていうのがはっきりしていればいいということになります。だから組織っていうのはこうねあの分業さどんどん分業していくわけですけど分業して複雑になってかえってねあのシンプルさこう問題が起きた時にここで解決すればいいというのが分かりにくくなってるとまた問題が起きるということになります。はい、次は管理範囲ですね。1人の管理者が統制できる構成員の人数ということです。例えば係長っていうのは何人の部下まで持つのか、課長っていうのは何人の部下まで持つのかと、ね、部長っていうのは何人の部下まで持つのかっていうのがこの管理範囲ということになります。一般的には7人がまあね最適というか、まあ、7人ぐらいがまあ一番ねあのバランスが取れているというふうに言われています、ね、7人を超えて例えばこれが10人になると1人の管理者が7人だとこの人は7人を管理しきるというふうに言われているんですね。でこれが1人の人が
10人になるとこの人は、ね、基本的には管理しきらないと、ね、例えばこの人のことよくわからないとか、ね、この人のことよくわからないとかっていうね、この よくちょっと把握することができてないということが起きやすいんですよね。だから管理は基本7人を前後として、まあ、7人前後ですよね、6人、7人、8人、まあ、そういったのが最適というふうに言われてます。やっぱこの人もね、時間とエネルギーとが有限ですからね、1日24時間で、ね、この人が持ってる、ね、能力っていうのも有限なわけです。無限じゃないわけですよね。だからそうなった場合は、ね、10人になってこの人がね、うまく管理しきらない場合は5人、5人でもういくもね、新しい管理職っていうのが必要になってくるということですよね。10人を1人で管理するんじゃなくて5人、5人で2人で管理するというような形、この考え方っていうのは基本です。基本でも基本っていうのは必ず例外があるんですよね。じゃあ絶対7人ですかと、ね、100% 7人ですか、7人が一番いいんですかって言ったら答えはノーなんですよね。7人を基準として考えるわけですけど、もちろん原則があれば例外もあります、ね、ただし業務の難易度、ね、やる仕事が、ね、どれぐらい簡単なのか難しいのかっていうのによって違うんですよね。この人が管理しないといけないね、この要するにこの、ね、7人の人にやってもらう仕事、この7人の人にやってもらう仕事っていうのが簡単なんだったらもっとたくさん管理できるんですよ、ね、例えばもうこの人たちは全員、ね、この管理職が管理しないといけないこの人たちがやる仕事っていうのは全員がもう清掃ですと、ね、要するにこうね、事務所を、ね、整理整頓きれいにすることですっていうことであれば簡単ですよね。ね、だったらもう少したくさんの人数を一人で管理するってこともできるわけですよ、ね、もうみんながやるのと、ね、同じ仕事っていうのが、ね、清掃ということであれば簡単ですよね。だったらこの人はもっとたくさんの人を管理することができます、ね、例えばもうレジ打ちと、ね、レジ打ちの人でっていうんだったら7人じゃなくてもっと、ね、たくさんの人を管理するってことができるわけです、ね、逆に難しいとね、すごいこの人たちが、ね、取り組まないといけない仕事っていうのはすごい難しいということであれば、ね、かなりこの人はフォローしないといけないですよね。難しい仕事だから誰でもできる仕事じゃなくてこの人は難しい仕事に取り組まないといけないわけですから、そうするともしかしたら7人よりもっとね、もう1対1とか1対2で、ね、1人をつけてあげないといけないということも起きるわけですよね。だから7人っていうのは絶対じゃないわけです。一つは業務の難易度、ね、やらないといけない仕事が簡単であればたくさんの人は管理できるけど、難しい仕事に挑戦するときは、ね、できるだけ少人数を見た方がいいということになります。あとは管理者の能力、この人ですね、この人が管理能力、そもそもこの人ってどれぐらい管理能力があるのかっていうことで違いますよね。もちろん優秀な管理者だったらたくさん見れるし、で管理者として未熟っていうんだったら少ししか、ね、少しの人数しか見れないということになります。逆にこの部下の能力ですね、今度はこっちの部下が、ね、どれぐらい力があるのかっていうのでも変わってくるということですね。この人たちはもうかなり自分たちで仕事ができますと、でその仕事できる人ばっかり集まってるってなると少し人数はたくさん見ることができますよね。逆にこの人たちはもうほとんど、ね、素人新入社員の集まりみたいな状態だったらもっと、ね、少ない人数の方がいいのかもしれないということになるわけですね。で管理範囲が広すぎると統制が取れないと、ね、みんなが、ね、バラバラの仕事をやっちゃうということになります。で組織が、ね、同じ方向を向いて、ね、目標達成に向かってやっていかないといけない、みんながこっちの方向に向かって、ね、やっていかないといけないのに、この人の、ね、能力を超えた、もしくはこの人たちがまだ新入社員とかで力がないってなると、なんか、ね、勝手なことを、ね、まあ、放置してしまうというか見過ごしてしまうということが起きちゃうわけです。ね、逆に管理範囲が狭すぎる、ね、管理範囲が狭すぎる、例えばね、もうね、とにかく2人について1人上司をつけると、2人について1人上司をつけるってなるとね、当然こう階層が、ピラミッドの階層が増えていきますよね。2人で1人、2人で1人ってなると、またこの2人がいたから、またこの人が必要になっちゃいますよね。でまたこの2人が必要になったら、またこの人が必要になっちゃうわけです。だから管理範囲が狭すぎると階層がどんどん増えていっちゃうわけですよ。で階層が増えていけばいくだけ、ね、逆に意思決定というのが、ね、遅くなっちゃいますよね。もうそれこそ昔の、ね、20世紀型の日本ですよね。もう稟議書を上げて意思決定して、ね、上から下にこう、ね、情報伝達みたいな感じになっちゃうわけです。だから管理範囲が広すぎるとみんながバラバラで、ね、放置してしまうという
ことは起きちゃうし、狭すぎると階層が増えて意思決定に時間がかかる。だから最適な、ね、バランスっていうのはどこなのか。でさっき の分業協業と一緒ですよね。分業すれば効率上がるんだけど、分業しすぎるとみんなやる気がなくなってしまうというのと一緒で、ね、どれぐらいが、ね、管理範囲として適当なのかっていうのをやっぱ考えて、そのバランスを取る部分っていうのを見つけていく必要があるということになります。あとは意思決定権限ですね、意思決定権限を、ね、どれぐらいこう渡していくのかということですよね。例えばトップが意思決定をする権限というのを持っていますと、ね、じゃあその下の中間管理職とかその下の現場とかでどれぐらいの人たちに意思決定、まあ、あなたの責任でこの人物お金っていうのを、ね、使っていいですよ、管理していいですよっていうのをどこまで、ね、認めるのかっていうので違ってくるということになります。分権化、権利、権限を分けていく、ね、分権化ですよね。これ意思決定権が現場にもあるということになります。集権化っていうのはもう意思決定権が経営陣に集中しているということですよね。で分権がいいのか集権がいいのかっていうのは、ね、もうこれは一概に言えないわけです。まさにこう環境とか戦略次第ですよね。環境や戦略次第ということになります。例えばその分権って言えば一番思いつくのは、ね、江戸時代ですよね。江戸時代は完全に分権だったわけです。江戸時代に、将軍がいて大名がね、いて、例えば薩摩藩だったら薩摩藩の大名がもうねほぼ全部意思決定できたんですよね。薩摩藩ってどんな藩にするかっていうのは全部人物お金に関しては基本全部意思決定できたわけですね。だからもうね、肥後藩だったら肥後藩の大名が全部肥後藩の人物お金に関しての意思決定というのはできたんですよね。将軍っていうのは基本的にはいたわけですけど、ね、ちゃんと、ね、年号を納めて、大名が年号を納めて、なおかつ1年に1回とか参勤交代で、ね、まあ、会いに来てくれればいいと、ね、江戸城に、ね、妻とか子供っていうのを人質に取っといて、ね、妻とか子供を人質に取っといて、じゃあ各大名がちゃんと年号を納めて、そして、ね、1年に1回参勤交代ということで、ね、会いに来てくれれば、もう基本将軍はね、その一つ、例えば薩摩藩ってもっとこんな政治をした方がいいよとかっていうのはやらなかったわけです。で、まあ、基本放置だったわけですよね。とにかくその妻とか子供を江戸城に人質に取って、そしてもう年貢はとにかく納めなさいと。で、決して歯向かうなと、ね、決して徳川将軍家に歯向かうなんて夢にも思うなということですよね。で、年号を納めて1年に1回ちゃんとね、参勤交代で江戸までやってきてくれたら、ね、もうそれも、ね、薩摩藩の政治は薩摩の大名は好きにやっていいよと、あなたの藩なんだから好きにやっていいよということですよね。これはもう完全に分権ということだったんです。ところが、ね、260年こういったのを続けてたわけですけど、ね、260年間で時代の、ね、が変わって環境が大きく変化したわけですよね。ね、ですごいみんなのんびり平和に暮らしてたらね、世界と急にこう、ね、文化科学技術とかそういったので差がついたということです。でそうした時に、ね、明治になったらこんな逆に集権化したんですよね。明治になったら集権した。要するにこうね、こんな、例えばアメリカのペリーがやってきて、あ、このままだったらヨーロッパ、アメリカの植民地になってしまうかもしれない。で、薩摩は薩摩、肥後は肥後、肥前は肥前とかってバラバラやってたら、ね、もう丸ごと日本全体丸ごと植民地化されてしまうかもしれないと、まあ、そういう危機感があったわけですよね。実際植民地化されるかどうかっていうのはね、ちょっともうね、歴史のことなので何とも言えないんですけど、少なくても当時の、ね、人たちはそういう危機感を抱いたわけですよね。まあ、それぐらい260年間ね、平和でゆっくりしてたので、相当ヨーロッパからすると科学技術とかで、ね、遅れを取ってたわけですよね。それぐらい、それこそ100年ぐらい遅れてしまったわけです。でそうした時に、ね、あんな黒船、ね、鉄の塊が蒸気の力で、ね、動くような船とかを見て、まあ、腰抜かしたわけですよね。でこんな状態だったらね、そう、薩摩が今更薩摩がどうとか肥後がどうとか肥前がどうとかね、みんながバラバラやってたんじゃ、とても、ね、日本を守れないという、まあ、そういう危機感があったと、ね、だから、ね、もうこれ一回、ね、日本という形で、ね、きっちりまとまろうというふうにしたわけです。で、これ天皇を中心とした中央集権国家というのを作ったわけですよ。これも完全にね、そう、
もう天皇が基本的には各県の県知事っていうのをどん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 送り込んだわけですよね、まあ、当時の県令と呼ばれる人たちっていうのをどん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 送り込んだわけです。今の知事ですよね。だからもう東京から、ね、あなたはもう鹿児島県の政治をしてきなさいと、まあ、あなたは宮崎県の政治をしてきなさい、あなたは熊本の政治をしてきなさいということで、もう天皇が知事というのをどん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 送り込んで、で基本もうこれは絶対ですよね。もう天皇の方に権力が、まあ、天皇イコール神だったわけですよね。荒人神、現在存在する、ね、神だったわけです、ね、でも意思決定は基本神っていうことになるわけですよね。神が意思決定して、まあ、後の人たちはその神の意思決定に従って、ね、あのやっていくということになるわけですよね。でこれが、まあ、明治時代ですから、まあ、今から140年、まあ、もう少しで150年前ということになりますけれども、150年前に中堅化して、ね、もう完全に中央に権力が集まっていて、権利あの全て中央で決めて、中央の権限で後の人たちはもうね、あの結構こう言われた通りやるということになるわけですよね。でこれで150年経って今に至るということになるわけです。じゃあどっちの方がいいかって言ったらこれはないんですよね。もちろん長所と短所っていうのもあるし、環境によって違うということですよね。江戸時代はこういうふうにね、のんびり平和にね、やってたのは何でかって言ったら、その前に戦国時代っていうね、あの人と人がね、兄弟とか親子で殺し合うような時代だったから、もう絶対にそういったね、あの人と人がね、あの殺し合うような時代じゃいけないということで、ね、あこういう平和なね、ゆっくりのんびりした、まあ、そういった組織っていうのを作って、ね、もう薩摩藩の大名は薩摩の政治全部任せてもらってるわけですから、不満はないわけですよね。大名がこう将軍に歯向かうとか、大名同士がね、喧嘩をするってことも極端にこうなくなったわけですよね。だからこれにはこれのメリットがあったわけです、ね、でだけどそれだと、ね、もしかしたらフランスとかイギリスとかアメリカとかの植民地になってしまうかもしれないという危機感があって、これはもう一致団結して、とにかくもう一つのねところに権力を集中させて一致団結しようっていうの、まあ、これはこれで一つのねあれがあったわけです。で今はこの集権化っていうのがもう極め、いやまあ、極まるだけ極まって、ね、あの非効率な組織ですよね。もうとにかく現場では何も決められないと、ね、常にこう上にお伺い立てて、お伺い立てて、お伺い立ててっていう風になって、問題っていうのもたくさん起きてるから、ね、地方分権っていうのが言われたりもしたんですよね。まだ全然実現してないですけど、地方分権はね、地方がね、今中央に集権してるから地方分権ということで、やっぱ九州は九州らしさとして勝負した方がいいんじゃないのと、北海道は北海道らしさとして勝負した方がいいんじゃないのと、北海道と九州を同じ政治するっていうのは無理があるんじゃないのっていうのが地方分権ですよね。でそれはまあ環境の変化、時代の変化、戦略の変化によって変わっていかないといけない、どっちが答えってことはないということです。分権化だったら意思決定が現場にもあると、集権化だったら意思決定が経営陣に集中しているということですよね。でその時に今のこの状況だった時に、ね、その意思決定の精度、いい意思決定をしたい、意思決定の精度を上げたい、もしくは意思決定を効率的に早くやりたい、その時に、ね、文献化の方がいいのか、文献化すればそれだけ現場で判断できるからそっちのメリットの方が大きいのか、それとも集権化すれば、ね、一番こう、ね、しっかり考えている人が意思決定するわけですから、そっちの方が効率的なのか精度が上がるのかっていうのを考えて意思決定、あの、ね、組織を設計していくということになります。文献化と集権化の最適なバランスはということですよね。文献化は文献化のプラスとマイナスがあると、で集権化は集権化のプラスとマイナスがあるということですよね。文献化しすぎても非効率だし、集権化しすぎても非効率ということですよね。じゃあうちの組織というのはどれぐらい分権するのか、ね、どれぐらい他の人でも意思決定してもいいというふうにするのか、で何に対しての意思決定の権限を認めるのかっていうのをこう設計するというのが組織設計ということになります。はい、ということでこういったね、6つの要素というのを見てきたんですけれども、一度出来上がった組織を変えるのは難しいということですね。今回の動画で一番最初に家の話をしたんですけど、家を作るときにそう、ね、あの建築士の人が設計図を書きますと、なんでかって言ったら一回建った家を変えるっていうのはものすごい難しいんですよね。ものすごい難しいわけです。いざね、大工さんたちが家を作り直したときにやっぱり違う風に変えたいって言ったら、これはもう本当に大変なわけです、ね、極論もう一回全部壊して更地に戻さないといけないということも起きちゃうわけですよね。組織も全く一緒です。組織も全く一緒で、一回その組織ができてしまうとその組織を変えるっていうのは難しいんですね。なので、ね、どうしても現状維持に走りやすいわけです。変えるの難しいから。
ね、だから改善ということでね、例えば家だったらね、壁紙張り替えましょうとか、カーテンを変えましょうとか、そういうこう改善に走って、基本抜本的に大きなところは全然変わらないという、こう現状維持に走りやすいわけです。だから一番はね、環境設計というのは組織設計というのは慎重にする必要がある。で、設計士の人たちが綿密に計算して、緻密なところまで詰めて、それでこれでよしと、これはもう完全完璧だと、ね、例えば地震対策とか台風対策とかいろんなことを考えた時に、これでも大丈夫という設計図ができて、初めて大工さんたちは家を建て始めるわけですよね。同じようにね、まあ自分たちが目指しているその、ね、戦略、ね、目標達成の方法を実現するためには、この設計の組織がいいというのを考えて、ね、組織設計というのはある程度慎重にする必要があるということですよね。ある意味こう自分たちが、ね、中期的に目指す、ねね、理想の姿なので、それを、ね、こういった、ね、いろんなことを考えながら、よし、うちの組織というのはこれでいくと、で最終的にはこの状態にするということを、ね、作っていく必要があるということです。ね、出来上がってしまうと、もう組織自体が、ね、出来上がったらなかなかそれを変えるということはできないので、じゃあどんな組織を作りたいのかというのは慎重に決める必要があるということです。そして実際決めて組織が出来上がった後は、もう思い切った変革ですよね。それこそ明治維新ですよね。260年続いた徳川将軍家をもう倒して、ね、新しい仕組みを作るとか、ああいったもう思い切った変革がないとなかなか変わらないということになるわけですね。150年前に、まあ、維新っていうのがあって、大きくね、文献から集計っていう風に変わったわけですけど、まあ、150年続いていて、またいろんな問題っていうのが起きている中で、もうこれをなかなか変えるっていうのはやっぱ難しいんですよね。未だに教育制度っていうのは文部科学省がトップにあって、文部科学省があって、教育委員会があってみたいな感じで、こんな感じでね、日本全国ありとあらゆるところで全て同じようなね、教育指導要領で教育やってますよね。変えられないわけですよ、なかなかね。だからその改善はできるんですよ。この壁紙を張り替えるとか、ね、あのカーテンを変えるとかね、そういったことはできるんですけど、抜本的に本質の大元のところを変えるという、ね、だから九州と北海道でなんで同じ教育じゃないといけないのか、でなんで鹿児島と福岡が同じ教育じゃないといけないのかっていうのを変えることができないわけですよね。もう教科書はこれを使います、文部科学省決定で、それにとって指導方針はこれです、文部科学省決定で、それに対してこういった指導をしてくださいということで、こうほとんど、ね、上の方が決めているわけです。だからすごい柔軟性がないわけですよね。だからそれで本当に一人一人の個人が、ね、あの活躍していくような時代っていうのを、ね、作っていくことができるかって言ったらできないわけですよね。今はもう集権化の方に、ね、もう偏りすぎてて、こう集権化の問題がもう、ね、多発しているわけですよね。だけど誰も変えることができない。それはもう組織っていうのは一回作られたらなかなかそれを変えるってことはできないんですよね、まあ、家と一緒なんです。一回建てたらもうそれをね、なかなかこう抜本的に変えるってことは難しい、ね、だったらもう破壊と創造で一回全部ね、家をね、さら地に戻してしまって、もう一回建て直すというような、まあ、そういう変革っていうのも必要になってくる。まあ、こういったことをね、まあ、どれぐらいの期間でやっていくのかっていうのは別ですけど、ね、何十年単位でやっていかないと環境というものに対応できない、時代というものに対応できないということになります。ただ今回の話はこっちですね。まずは今から組織を作っていくっていった時に、組織設計、ね、最終的にこういう組織を作っていこうという設計っていうのに関して、やっぱりね、一回作ったらなかなか変えられないだけに、こういったいろんなことを考えて慎重に作っていく必要があるということになります。次回から、ね、あの機能別組織とか事業部制組織とか、具体的にはどういう組織形態があるのかっていうのを解説していく予定になります。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴ください。感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。